長野県松本。古くから教育に力を入れてきたこの地に、明治6年創立の小学校があります。開智小学校、創立以来130年という伝統のある小学校です。現在の校舎の隣に国の重要文化財に指定されている建物があります。明治時代に建てられ昭和38年まで使われていた旧開智学校の校舎です。瓦葺きの屋根にガラス窓、そして壁面を飾る天使の彫刻。明治という新しい時代にふさわしく洋風のデザインをふんだんに取り入れたその建物は、まさに文明開化を象徴する存在でした。この開智学校から明治の教育制度に大きな影響を与える人物が現れます。沢柳正太郎、長寿後文部省に出仕し、教育行政を担当する官僚としてさまざまな改革を試みました。慶応元年、松本藩の下級武士の家に生まれた沢柳は、明治7年9歳の時に開智学校に入学。明治維新で没落した一家の期待を背負って沢柳は勉学に励みます。沢柳が当時の県知事からもらった褒章状が残されています。学業が優等につき、記念の品を贈呈する。沢柳には将来の国家を担う優秀な人材を教育によって育てたいという政府の期待が寄せられていたのです。近代日本の出発点、明治維新。その当面の目的は、日本を欧米諸国に倣った近代的な国家にすることでした。政府の中枢にあって文明開化を推し進めていた木戸孝允は、教育の普及は近代化のための極めて重要な政策であると位置づけました。国の不況は人民の不況。徐々全国に学校を振興し、第二教育を敷かせられ候矣、すなわち今日の一大急務と存じ奉り候。明治5年、政府は新しい教育制度である学制を公布し、次のような理念を掲げました。学問は立身出世のための元手である。全国津々浦々に学問を普及させ、国民誰もが等しく学べるようにする。この学制はそれまでの江戸時代にあった身分制度の壁を打ち破る画期的なものでした。江戸時代、武士の子供たちは藩校で学び、農民や商人の子供たちは寺子屋で学ぶというように、身分によって学ぶ場所も内容も異なっていました。どんなに勉強ができる子供でも、身分や門閥の壁を越えて能力を発揮することは難しかったのです。門閥制度は親の仇でござる。そう言って江戸時代の仕組みを批判した福沢諭吉は、学問の勧めなどを表し、教育の可能性を説きました。
教育の普及は急速に進められました。学制交付から3年後には全国に2万4000余り、ほぼ現在に匹敵する数の小学校が開設されます。その資金の大半は地域の住民たちによるものでした。開智学校の建設資金もまたその7割が住民の寄付によるものでした。松本の人々は明治という新しい時代に対応し、教育に力を入れて人材を世に送り出そうとしたのです。開智学校の建築に寄せられた寄付金の名簿が残されています。その額は多い人で80円、少ない人で6000。士族も平民も自分の財産や収入に応じて寄付をしています。新しい学校に松本の人々が大きな期待を寄せたことがうかがえます。明治13年、明治天皇は松本など各地を巡行しました。この時の巡行の目的は各県の教育施設など文明開化の状況を視察することでした。文明開化を推進する明治の日本にとって小学校は極めて重要な施設だったのです。今も歌い継がれている明治時代の校歌です。世の人皆は隔てなくという歌詞には、誰もが等しく教育を受けられるようになった時代の息吹が反映されているとも言います。みんなはさ、誕生日会ってやったことある？教師一人が前に立ち、それに向かって子どもたちが並ぶ。この光景は実は明治時代に始まったものです。江戸時代の寺子屋では、先生は思い思いの場所に座る子どもたちを一人一人個別に指導していました。それに対して大勢の子どもに効率的に新しい知識を教えようとした明治の小学校は、こうした一斉授業と呼ばれる方式を導入したのです。明治時代初期の小学校での授業はどのように行われたのか、その様子を小学教師筆記など当時の資料によって推定し再現します。午前9時、授業の開始を知らせる鐘が鳴ります。時計塔は人々に西洋風の時間の観念を知らしめるものでもありました。小学教師筆記によれば、明治時代の初め、今の小学校の低学年にあたる下等小学では男女共学が認められていました。1 2 3 4。教室での席の並び方は試験の成績順です。江戸時代には身分によって定められていた教育が、
明治時代では能力によるものへと変わったことを象徴するものでした。当時まだ教科書は高価なもので、購入する余裕のない子どもが大半でした。そこで用いられたのが掛け図です。書きというものはいかなるものなりや。柿の木に熟する実なり。よし、教師は正しい答えを黒板に書いて覚えさせます。副将、柿の木に熟する実なり。何の用たるものなりや。果物の一種にして食物となるものなり。よし。今のノートの代わりに用いられたのが石板です。子どもたちは書いたことを消す前に一生懸命に覚えなければなりませんでした。書けずにはさまざまな種類がありました。小学校に入学して最初に学ぶ単語図です。今とは異なるさまざまな仮名の表記があったことがわかります。ローマ数字図、日常生活では使われない数字が学習の材料になっています。掛け図を用いる授業は当時アメリカで盛んだった方式です。明治の初めはさまざまな教育法が欧米から取り入れられていたのです。新しい制度の下では子どもたちの能力を見極める手段が必要でした。その中核として導入されたのが試験でした。ここはですね、開智学校の収蔵庫といって学校関係の資料。開智学校には130年の歴史を物語る資料7万点が保管されています。この授業料やなんかいただいてたもんね。資料を管理するのは遠藤武雄さん。長野県の学校の教員を務め、去年から資料の整理に携わっています。明治時代の小学校の様子を伝える資料として、遠藤さんが注目するのは試験の問題と答案です。これが明治の書き取りの試験の問題なんですね。月に試験ですね。明治初期の小学校では進級のためには試験に合格しなければなりませんでした。身分や門閥にとらわれず出世できるという前提のもとで、試験は子どもたちの能力を共通の物差しで測るための手段だったのです。進級のための試験のほかにもさまざまな試験が行われました。明治の子どもたちにとって小学校は試験に追われ競争を迫られる場でもありました。朝廷とか、ちょっと見えにくいかと思いますが、遊戯とか発足とか模様とかさ、珍しいとか、なかなか難しい漢字を出題されて、それに一つずつ答えていかなければならない。しかも進級がかかっていますので、子どもたちの文字一つ一つ見ると非常に緊張して一生懸命書いてる様子がよくわかります。最後の最後まで諦めずに何としてでも書こうというような気持ちがあって、漢字にはならないが、その
カタカナで書いたり、ひらがなで書いたり、あるいはちょっと違った言葉を持ってきて書いたりなんかしていて、ね、なんとかして食らいついてる様子が、ね、分かります。うん、今の小学校2年生にあたる初等科2級の子どもたちに出題された試験問題です。算術では単なる計算問題ではなく文章題が多く出題されています。作文の課題は出産の知らせに対して答えるというものです。自分の経験の及ばないこうした出題に対しては子どもたちは模範解答を暗記して答えることしかできませんでした。試験会場の様子はどのようなものだったのか、長野県の加藤小学試験法などに基づいて当時の卒業試験を再現します。試験は算術や書き取りなどの筆記試験と問答形式で進められる口述試験の2つに分かれていました。会場には役人や保護者など大勢の立ち会い人がいました。試験が公正公平に行われていることを示すためにその様子が公開されていたのです。人体についての問答を行う。人体のうち最も大いなる部を何というや。胴といい、また躯体という。よし、胸は何臓の部というや。肺臓部という。よし、答えとして求められるのは子どもの考えではなく授業で教えられたことの正確な暗証でした。質問は立ち会いの役人も行いました。肺臓は何の作用をなすものなるや。全身に循環したり。明治政府は新しい国家を建設するために必要な人材を初等教育の段階から救い上げようとしていました。誰もが平等に教育を受け能力を発揮できるという建前の下で小学校は子どもたちを選別する場ともなり、試験はその道具として威力を発揮するようになっていったのです。岩手県玉山村に残されている渋民小学校、歌人石川啄木が学んだこの学校は明治6年創立。この校舎はその後明治17年に建設されたものです。教育史が専門の斉藤俊彦さんは明治時代の学校を調査して研究を進めています。斉藤さんは明治時代の試験の役割を次のように考えています。市民平等って言いますか、その新しい時代が今や到来したのだと。この渋民の小学校に学籍簿の中で士族、その平民、それから職業としての農、それから医師とかですね、いろんな属性、そして職業の子どもたちが一緒に学んでいるっていう姿がはっきりと現れていたと思いますね。さらにはですね、その成績によって身分とかそういうこととは関係なしに評価されていく。生まれつきの身分によってこの評価されていたその時代からですね、その努力による成績によって評価されていく。それを子どもたちは試験を通して、実感していけたということはあったと思うんですね。松本開智学校の優等生だった澤柳正太郎はこうした数々の試験を乗り越えて学歴を積んでいきました。開智学校での進級場です。澤柳はトントン拍子に進級し開智学校を卒業した後、家族の状況に伴って
東京へ進学、エリートコースを歩みます。東京府立第一中学、東京大学予備門を経て明治17年東京大学文学部へ進学。大学卒業後の明治21年、澤柳は文部省に入省します。当時観光庁の役人の地位は極めて高く、主要なポストには縁故採用が幅を利かせていました。澤柳がその能力を買われて官僚となったことは、地位や縁故に頼らず学問によって出世することが可能になった時代を象徴する出来事でした。しかしそういう出世を遂げることができるのはごく一部の人に過ぎませんでした。例えば明治29年の場合、尋常小学校に通う子どもはおよそ324万人であるのに対し、中学生はおよそ4万人、帝国大学の学生は1833人に過ぎませんでした。帝国大学を卒業すれば無試験で中央官庁に採用される特権が与えられます。明治20年代、大学を卒業したばかりの官僚の初任給は1ヶ月50円、当時の職人の月収のほぼ10倍でした。高級官僚ともなれば馬車で市中を練り歩き、地方では殿様のような出迎えを受けることもあったといいます。明治時代、子どもたちの遊びの道具だったすごろくにも時代の雰囲気が映し出されています。このすごろくの振り出しは小学校です。サイコロを振って出た目の数で次の行き先が決まります。2が出れば年季奉公に出て商人の道、3が出れば雑用を務める給仕として使える身、1が出れば晴れて中学校への進学です。しかし中学に進んでもまだ油断はできません。放蕩で出世コースを外れるか、犯罪を犯して刑務所行きか、そこで再び一の目を出せば帝国大学への進学です。そしてこの後もうまく目を出し続ければ欧米に留学し大技師となって、ついには総理大臣の椅子をつかむことができるというものでした。上がりは楽隠居。しかし現実の世界は才の目で出世が決まるものではありませんでした。立身出世は試験と競争を勝ち抜けるかどうかにかかっていたのです。明治20年代は学歴の序列が完成した時代でした。出世を目指す人々の間で最高の目標となったのは、末は博士か大臣かと謳われた帝国大学への進学でした。明治の作家永井荷風は帝国大学への登竜門第一高等学校の受験に失敗した時、父親に次のように言われたといいます。貴様見たような怠け者はダメだと自分の父は、その時絶望と憤怒の叫びを自分の頭上に浴びせかけた。会社にしろ官商にしろ、将来ずっと上の方へ行くには肩書きがなければいかん。学歴を得て出世することが最良の人生であるという価値観のもとでは、試験に受かること自体が目的になりがちでした。
明治の作家二葉亭四迷は自分の試験体験を振り返っています。何のために学校へ通ったのかと聞かれれば、試験のためというより他はない。給油という給油がみんなそうで、試験の時だけは一式に血眼になって鵜の真似をやる。丸飲みに飲み込めるだけむやみに飲み込む。世間を見渡すと、みんなこの無意味な馬鹿げたことを平気で懸命にやっている。またある小学校の教師は、無理な試験勉強で体調を崩した子どもの様子を記しています。温厚なる一男子ありて、諸家ともにいささかの質なかりしが、その終わるや否や直ちに城中に倒れて、前後を弁せざるに至り、回復の後問題を示せしに、一も答うることあたわざりしは、全く徹夜勉強等の所為なりしと語りたり。試験に合格できなければ進級ができず落第です。公立の小中学校でも学費が高かったこの時代、経済的な負担と相まって子どもたちの就学率は伸び悩み、実際には学校に通わない子どももかなりの数に上っていました。明治中頃に至っても、国民一人一人にあまねく教育を施すという理想は未だ実現されないまま、試験の弊害があらわになっていました。文部省の官僚だった沢柳正太郎は、こうした状況を憂慮し、教育の改革に乗り出します。明治20年代後半、沢柳は各地の中学校や高校の校長を歴任。教育現場の実情を目の当たりにしました。明治26年、沢柳が当時の文部大臣井上小橋に送った意見書が國學院大學に残されていました。小学教育の普及に関する秘見と記されたこの文書で、沢柳は当時の教育行政の問題点を指摘しています。生徒の出席が不規則で、見かけの就学率は上がっても実際に学校に来る生徒が少ないというのです。その理由を沢柳は、教育行政の当局者が小学教育の普及にばかり意を注ぎ、その有効の度を高めることを忘れたからだといいます。小学教育の改良が必要であるというのが沢柳の結論でした。明治31年、沢柳は文部省の普通学務局局長に抜擢されます。教育行政を司る者としてどのような抱負を抱いていたのか、沢柳の孫新田孝代さんの家に貴重な録音が残されています。でこれは沢柳の唯一の、肉声とも言うべきそのレコードなんです。改正は明治5年初めて我が教育制度を定められた時に、村に学の家なく家に学の人なから死ねえと仰せ出されました。もし我が国が第一に学の人を亡くしましたなら、我が国は世界各国に対して誇ることができます。我が国の意志は国際的に高まります。どうかお互いに努力して世界各国に判を示したいと思います。全国津々浦々に教育を普及させたいと願う沢柳。
その胸中を教育研究家でもある新田孝代さんは次のように推察します。澤柳の心の中には、日本全国の本当に無心で育っていく子どもたちの姿があって、でその子どもたちは一人一人がみんな違う性格を持ち、能力も与えられた能力も異なるかもしれないけれども、その子どもたちの中にあるそういうものの目ですね、それが引き出された時に初めてその子どもたちが自分の天から与えられた能力いっぱいに自分を開いていくことができるんだということがあったと思います。明治33年、澤柳は革新的な教育改革に乗り出しました。それまでの法令を改正した第三次小学校令を制定したのです。この法令で澤柳はまず誰にも等しく教育の機会をという明治初年の理想を実現しようとします。貧しい家庭にとって大きな負担だった小学校の授業料を廃止したのです。効果は絶大でした。就学率はこの年初めて 80% を超え、明治の末には 98% という世界でも稀な水準に達します。村に富岳の子なくという理念は澤柳の改革によってほぼ達成されたのです。しかし澤柳が目指していたのは単に就学率を上げることだけではありませんでした。小学校での進級や卒業のための試験を廃止し、普段の授業を重視して成績をつけることにしたのです。澤柳は訓令でその理由を公表しています。これ心身の発育未だ十分ならざる児童をして競争心に駆られ、試験前一時に過度の勉強なし、これがために往々その心身の発育を害するのみならず、試験のために勉強するの老朽を順知するを避けんがためなり。澤柳の改革は一人一人の子どもの個性を伸ばす教育を重視していこうというものでした。今の小学校の授業内容にはこの明治33年の小学校令で始められたことがいくつか受け継がれています。例えば国語という科目ができたのはこの時のことでした。それまで読み方、作文、習字の3つに分かれていた科目を1つにまとめたのです。こうした科目の統廃合によって1週間の授業時間は大幅に減りました。開智学校に残る時間割にその例を見ることができます。改革前の明治23年の時点では小学校1年生の場合、読み方、作文、習字にそれぞれ相当な時間が割り当てられていました。それに対し改革後は科目が統合され、1週間の授業量が大幅に減っています。開智学校の場合は極端な例ですが、全国的にも授業時間の削減が行われました。またこの改革で小学生に教えるべき漢字の数に初めて制限が設けられ、1200字に定められました。それまで無制限に教えられていた漢字の数を減らし、確実に身につけさせることを狙ったのです。運動場の設置が義務付けられ、体育が必修科目になったのもこの改革からです。
知識の詰め込みに偏らず、地域と体育の配分を整えることが目的でした。ところが、試験偏重を改め、生徒一人一人を大切にするはずだった澤柳の改革は、思わぬところでかえって競争を激しくしました。小学校を卒業した後の中学校への入学試験が新たな競争の場となったのです。明治30年代に入って、中学校の入学試験そのものが倍率がどんどん高まってくる。おそらくこの37年からこの志願者と合格者の比較が出てるってことはですね、この頃からやっぱりそういう倍率の高さっていうのがかなり明確に意識されてきた。明治30年代になると中学校への入学試験の倍率が上昇します。その背景には立身出世のための学歴を重んじる社会の風潮がありました。より上級の学校をさらに目指す、つまり小学校を修了しただけでは学問は身を立てるの財本であると、その身を立てるための財本として小学校を卒業したのみでは不足とでも言いましょうか、それでより上級の中学校へ進学しようとする、そういう大きな流れというのが生み出されてきていたのではないかなというふうには思われます。一方、小学教育の現場からは澤柳の改革の結果、子どもたちの学力が低下したという声が相次ぎました。児童の勉強心が緩んで学業を途中で放り投げてしまう、試験廃止は児童の成績に影響を及ぼし不良の結果をもたらした。学力の低下を懸念する声は教育界の外からも寄せられるようになっていました。軍備拡張に伴って新たに入隊する兵士の学力が不足していることが問題になったのです。防衛庁防衛研究所、ここに日露戦争の後文部省が陸軍省に送った調査書類が残されています。明治39年、徴兵検査の時を利用して文部省が20歳の男性の学力を調べた時の報告書です。調査されたのは主に小学教育を受けた成人男性の算数と国語の能力でした。その結果、小学校の教科書に載っている漢字や計算の問題にも満足に答えられない人が多いことが明らかになりました。成人は学歴相当の実力を保持していない。その原因は記憶暗記を過度に有害視したこと、基礎的計算の練習を粗略にしたためである。学力低下という新たな問題に直面した澤柳は、小学教育の一層の内容改善を図るように指示しました。そしてまず学力をしっかり測定することが大事であるとして、学力試験を実施するよう働きかけます。茨城県の笠間小学校を遠隔市、ここに明治41年に実施された学力試験の結果が掲載されています。この学校の4年生の国語算数の試験結果は郡の学校25校の中で12位、郡の教育行政官から一層の教育の改良を図るように求められています。
試験が再び競争の道具と化していったのです。澤柳の改革は現実の前で後退を余儀なくされつつありました。試験に合格していく、その試験を通してそのより有利に上級学校に進学していく、そういうモチベーションというのはもう明治も今も基本的には変わっていない。結局、ゆとりの教育ということが押し出されますけれども、そのゆとりによってはその試験準備ということに対してなかなか対処していけない、そういう現実が一方でまたあらわになってしまう。そうしますと一つの揺り戻しとしてですね、今度は基礎的な学力を含めたですね、もっとその受験に役立つような学力をつけていかなければならないっていう主張がまた出てくるわけなんですね。その教育のあり方が試験を自己目的とすることによって、教育のあり方全体がこうそれに左右されていくっていいますか、規定されていくような、そういった時代がもう明治の後期頃からもうどんどん広がっていく。それが今もってですね、そういう形が大きなこの流れを作っているということは言えるのではないかなというふうに思います。明治41年、澤柳は病を理由に文部省を去ります。その胸中はいかなるものだったのか。後年澤柳が残した論文に次のような一節があります。従来我が国の教育は主として注入教授と試験制度とに重きを置いた結果、いたずらに記憶暗唱の兵に流れ船舶な模倣に陥り、実務に疎く斜里凶楽を喜ばしむるに至った。すなわちこの欠陥は単に国民教育の必要を唱うるのみにして、その実際はこれを観客した結果である。澤柳が自宅に残した資料の中に文部省を辞めた後の模索の様子を伺わせるものがあります。澤柳が全国の小学校教師の声を聞くために行ったアンケートです。全国の教師から寄せられた回答が丁寧に整理されてまとめられています。我が国小学校教育上重大な欠点は何かというアンケートに対し、最も多かった答えは次のようなものでした。第1、教育が一般に画一的で個性を無視している。第2、教育があまりに外面的装飾的である。また成績考査の方針が知識偏重に陥っている。記憶された知識の分量を測定するよりも児童の工夫や努力を認めるようにしたいという意見もありました。子どもたちと向き合いながら苦労をしている教師たちの姿を澤柳は改めて知りました。そしてもう一度自ら教育の現場に赴き、一人一人の子どもを大切に見つめる教育を試みようとしました。大正6年、澤柳は成城小学校を創立。それまでにない実験的な教育を始めます。創立当時の授業風景です。ここで試みられたのは、教師が知識を一方的に教える一斉授業ではなく、子どもたち一人一人の興味や関心を重んじた教育でした。子どもたちに成績をつけることはなく、受験のための指導も行われませんでした。あ、行き過ぎちゃった。今の成城学園にもこうした澤柳の教育方針の名残が見られます。低学年の授業に設けられた散歩や遊びの時間です。
やっぱりこれもちょっと酸っぱいです。どうぞこちらに。沢柳が晩年にしたためた書があります。随時随所楽しまざるなし。沢柳は文部省の官僚としては実現できなかった教育の理想を私立学校の校長となって追い求めました。沢柳が始めた新しい教育の試みは自由教育と呼ばれ、一時は大きな影響を与えました。しかし昭和2年の沢柳の死後、時代が戦争へと向かうにつれて下火になっていきます。昭和20年、敗戦後の日本を占領した GHQ 連合国軍総司令部はそれまでの日本の教育制度の調査を命じました。アメリカカリフォルニア州サンフランシスコ、その近郊にあるスタンフォード大学に調査を行った使節団の報告書が残されています。This box is the George Stoddard collection in our archives. And in it contains the U.S. report on the education mission to Japan. そこには次のような指摘があります。日本の教育制度は超国家主義や軍国主義がなかったとしても当然改革されなければならなかった。このことは試験第一主義を改めることを意味する。受験準備に支配された教育制度は形式的で紋切り型になるものである。それは教師と生徒を体制順応主義に陥らせ、批判的判断の自由を奪ってしまう。そして全体としての利益よりも狭い官僚社会の利益に迎合する当局者の操縦に容易に身を任せることになる。学歴こそが官僚や大企業の社員となって立身出世するための最良の手段であるという考え方は明治時代に形作られました。日本の教育は今なお明治時代と同じく学力向上とゆとり教育の狭間で揺れ動いています。NHK スペシャルシリーズ明治、次回第2週は日本に近代的な土木技術を教えたイギリス人ヘンリー・ダイヤーとその弟子田辺作郎の交流を通じ、日本人の独創性とは何か、日本人が近代化とともに失ってしまったものは何かを見つめ直します。